今回は、ハイニューガンダムってなんで叩かれたの？に対するみんなの反応集。ではどうぞ。昔はめっちゃ叩かれてたと知ってびっくりしたんだが、なんでこいつのことなら良くも悪くもスタイリッシュになってたから、それへの不満かな。生まれた時から存在そのものが叩かれてたかはちょっとわからんけど、痩せた悲しい姿になっていたから。僕の考えた最強のガンダム感じゃねえの。小説とかちゃんと読んでる層はそんなこと思わないだろうけど、そうじゃないなら突然出てきてニューガンダムの上を名乗る謎の存在なわけで。それについてはまず安定しないデザインから語らなければならない。少し長くなるぞ。長くなっていいからとりあえず聞かせて。 RG が一番好きだな。メタルロボット魂はいい加減旧デザのカラーリングで出してくれ。いい加減公式はハイニューのデザインをしっかり決めてほしい。どれが本物かわからない状態が気持ち悪くて嫌だ。突然現れた上にニューガンダムの名前を語る設定も作画も安定してない。バンダイが金儲けのために聖域に手を出したクソガンダムって感じの叩かれ方だった気がする。ナイチンゲールと比べてシンプルに知名度低かったんよ。デザイン面で叩かれていたというか、ファンの間でラーラーなってたのは、そもそも設定がちゃんとしてないくせにでかい顔するな。縦のブツブツ模様がキモいしダサい。小説版のニューガンダムってだけなのに上位機体扱いはおかしい。とかまあいろんなお気持ちがあったわけだが、ともかく、設定が曖昧な非公式なガンダム、だったんだ。ただゲームなんかで登場させるようになると、ナイチンゲールともどもニューガンダムやサザビーの上位機体として扱われるようになって、大体のファンの認識もそんな感じになってきた頃、バンダイが立体化に乗り出したんだが、デザインが不良だったり、立体されたものの出来が悪かったりで叩かれてな。紆余曲折でいろんなデザインを融合する感じで今のデザインに至ったわけだ。だから今でもゲームの媒体だとハイニューのデザインはまちまちなんだが、立体物のクオリティが上がったり、アムロが乗る最強のガンダムとして定着して今日の評価になった。もともとはホビージャパンが出口に依頼して生み出したのが本来のハイニューガンダム。そこから非公式モビルスーツとしてガレキ化して人気が高まり、スパロボ出演やらジェクチャーモビルスーツバリエーションで知る人ぞ知るニューガンダムの完成形に。そしてついにバンダイがハイニューガンダムを公式化すると発表して、ファンが湧き上がったのに、出てきたのがスレガでふざけんじゃねえと叩かれまくった。デザインが安定しないのもそのせい。出口が直々にリファインしたから不要でも無限にできないから、衣装の一部を残し続けてとっちらかってるんだよな。まず縦のブツブツ模様は MG の HWS とメタルビルドだけだから、そこが叩かれたというのはおかしい。小説版ニューガンダムっていうのも公式化した後の位置づけであって、もともと口への前進が異常の意味合いはなかった。ニューガンダムの完成形としてのギャプチャーモビルスーツバリエーションは普通に受け入れられてたところに、やっぱり小説版のニューガンダムですってなって困惑したファンもいたってだけ。デザインが不良だったのは事実だが、立体物の出来は別に悪くなかった。強いて言えば MG は内容に対して割高だと言われたぐらいで、出来は標準。内容ちょっとガバガバすぎない。この右側のやつっていつ頃出たやつなの？ちなみにホビージャパンでのフルスクラッチ時点で武装類は特になかった。盾とシールドは主にガレキ側ででっち上げられたものが使われてたが、迷彩盾は採用されず、 RG のライフルは一応その時のデザインが逆輸入されてる。2006年に出たやつ、セカンド V みたいに小説版で最初からデザインがこうだったとかじゃないのがややこしいところ。公式化されるまでは小説で活躍するのは表紙に描かれてる普通のニューガンダムだったもんな。置いてから書いたものが叩かれて、若い頃に書いたものばかり求められるのってどんな気持ちなんだろ。スパロボアルファガイデンの G3 ガンダムカラーはどっから来たんやろ。これはこれで好きだが、単にうまく表現できてないだけで。アニメ作品なら大体アニメのスタイルが基本にみんなのイメージする〇〇って形で固まるけど、ハイニューってそのオリジンになるアニメがないし、ゲームや立体で解釈バラバラだから、イメージが人それぞれになっ
ってる。バグバグしすぎたから。設定も作画も評価もバラバラ。でも排尿が好きじゃない人の気持ちも少しわかる。何かがっしりというかボテッとしてるから見た目はあまり好みじゃない。ニューの方が好きだな。ニューガンダムがアムロの機体の完成形であって、その派生はバージョン問わず邪道とするという過激派もいる。俺排尿は好きだけど、あの模様の盾は景色が悪いと言われても仕方ない。殺伐としたスレにハイストリーマー版ニューガンダムが。出口リファインはゾロがりすぎるのが問題であって、柳瀬がスタイル修正したのは普通にかっこいいんだよな。いや、正直あんまり。HG 絶妙にバランス悪くて良くないんだよな。HG ってゾロがりの MG からプロポーション整えられてて、公式版だと一番バランスいい部類では。ニューガンダムは左右非対称なところが最大の特徴だと思ってるから、その特徴を消してしまうのかとは思った。排尿単体デザインで見たら普通に好きだけどね。正直青白カラーが好きです。オタクは繊細だねー。出口デザイン版は完璧なんだが、アニメ化にあたり設定追加の必要があっただけだからな。何の間の出口はガンダムへの思い入れが強いからな。排尿はアムロのモビルスーツって感じがする。排尿はニューガンダムの上位機体として一般的に認識されるようになったから、批判も少なくなったんだろう。まあいろいろあるけどかっこいいからいいんだよ。排尿ガンダムのデザイン変遷は興味深いけど、最終的にファンに愛される形になってよかったよ。デザインが安定しないことを不満に思う人もいるけど、それも排尿ガンダムの魅力の一部だと思う。デザインはともかく、排尿ガンダムのストーリー設定が面白いから好きだな。メタルロボット魂の排尿ガンダム、最近買ったけど出来が良くて感動したよ。ネタっていうか CCA モビルスーツ V ではまだにそういう設定なんだが、勝手にネタ扱いするなよ。バンダイからしてそんな認識だと思う。大体のゲームノーマルニュー排尿の扱いだし。このモビルスーツの話題になると、公式化した後に知った人たちの解説を否定して、知識人ぶる排尿おじさんみたいなのが湧いてきて嫌になる。 RG は確かにかっこいいんだけど、グラデオパーツ分けで再現するのはさすがになんかバカっぽい。見た目は現実の方が好きだなぁ。盾もファンネルと同じ色の配置ならより好みだけど、ぶっちゃけちゃんとした映像作品がないのが問題なんじゃないの。でも映像化した際には確実にデザイン問題で荒れるし、排尿本体もそうだけど、ハイパーメガバズーカーランチャーもいろいろ変わってるよな。あれはもともと絵が何もないから、ゲーム側が作ったものとコミカライズに際してデザインされたものがあって、どっちとも商品化されてるから、バンダイ的にはどっちかに決める気はなさそう。でもこれが決定校です、っていうのをはっきり出すのはやっぱ必要だと思うんだよね。劇場版のクシも最初はデザインについて色々言われたけど、もう受け入れられてるし、今後はあれが基本になるだろうし。一応スレガが公式版であり決定校なのは変わらないんだよな。ただ不人気ってだけで、手元になくて確認できなくて悪いんだけど、出口有志当人がアレンジしすぎたから、再デザインの際にデクチャーから逸脱しすぎないようにしたら不要だった的なことを言ってたはずなのよね。ソースはガンダムエースバックナンバー。メタルビルド発表時の動画でも、当時はマッシブにしすぎたからリファイン版では補足したってことは言ってたな。不要かどうかまではさすがに言ってなかったけど、昔のマッシブなデザインは HWS をも反映してる印象があったから、ファンネルラックと合わせてニューの完成形というイメージを後押ししてた感ある。ここまでボロクソかつ商品も旧よりのアレンジ連発するなら、いっそのことなかったことにするのも必要では。結局リファイン版のデザインが出るのが遅すぎたのよな。細かい際はともかく、マッシブな旧デザインで知った人が増え、知名度が上がったところに、公式はこれですって細身デザイン出されても、そりゃマッシブな方が第一印象。俺は原種乳に合わせたスマートな体型の方が好みなんだけど、ここ見てると少数派みたいね。ニュー矢印サザビージェガン矢印ギラ動画排尿矢印ナイチンゲールみたいに対照的なシルエットになってる方が美味しいと感じる。
もともとの絵ともだいぶ違うよね。排入期には、まあサザビーとナイチンゲールよりはまだ近いかな。避難所は羽あるからニューより排入の系っぽく見える。スタインのライフルや足回り見ると HWS 要素もあるからニューガンダム系の発展期っぽいんだよな。ニューとサザビーのスタッフ集めて制作してたりするし、 MG のインタによると一応原型のシナスタは過渡期が排入意識した衣装を盛り込んでるから間違いではない。これの全身がって触れ込みだけど Q の時点で明らかに色々と手直ししてるからね。リファイン版の方がこの画像意識してる気がする。この竹の模様普通に焦げ跡とか汚れだと思ってたから紫のまだら模様って解釈に驚いた記憶。何の意図があってあんな奇怪な塗装したんだベルキカーム。ロ現実にスポット迷彩ってのがあってな、それを採用したらしいのよね。今回は以上になります。このチャンネルでは機動戦士ガンダムについてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、動画が面白かったと思う人は高評価、チャンネル登録、コメントをお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。